仏教。仏教、仏教、旧字体、仏。サンスクリットは、インドの釈迦、ゴータマシュッタッタ、もしくはガウタマシュッタアルタ、ゴータマシュッタアルタを解祖とする宗教である。キリスト教、イスラム教と並んで、日本では出版点数の多い宗教の一つに数えられる。仏だ、仏、目覚めた人の説いた教えである。その教義は、 苦しみの輪廻から下脱することを目指している。原因と結果の理解に基づいており、諸々の現象が演技するとされる。仏教は普通、その教えである方、その実践者である僧からなる見法を中心に、組織されている。実践における会、上への三角は、戒律、心を集中する禅定、物事の演技を観察する知恵であり、後ろ二つは合わせて、 士官とも呼ばれる仏教の瞑想法である。実践にて重要となる能力は六羅蜜や八、聖堂のように、いくつかの方法でまとめられている。紀元前四百五十年頃にインドで開始された仏教は、今では初期仏教として研究されている。釈迦は、他の苦行などの実践者の主張であるアートマン、神話の存在を否定して、無我とした。釈迦の死後数百年で、 部派仏教が生まれ、大きく大衆部と上座部とに、さらに細かく分かれたが、今なお大きな勢力として続いているのは、南伝した上座部仏教であり、初期の教えを模範としている。紀元前の終わり頃には、北伝し日本にも伝わることになる大乗仏教が開始され、教義や団体は、多彩に発展しており、前の瞑想法の様々、チベットや日本の真言宗に残る、密教、 一方で、浄土信仰のような信仰形態の変化など、多様である。なお、日本初期によれば仏教が伝来したのは、アスカ時代552年、金明天皇13年である、日本の教。仏教の世界観は、必然的に仏教誕生の地であるネパールの世界観である輪廻と、下脱の考えに基づいている。人の一生は、苦、ドゥッカ、ストレスフルであり。 永遠に続く輪廻の中で終わりなく苦しいことになる。その苦しみから抜け出すことが下脱であり、修行により下脱を目指すことが初期仏教の目的であった。仏像や仏閣などは仏教が伝来した国、そして日本でも数多く見られるが、民衆に信仰を分かりやすくする目的で作られたとされる。仏教においては迷いの世界から下脱しない限り、 無限に存在する前世と、生前の行、及び、臨終の心の状態などによって、次の転生先へと臨ねするとされている。部派では、あまね、人、ガキ、畜生、地獄のも同、大乗仏教ではこれに修羅を加えた六道の転生先に生まれ変わるとされる。生前に良い行いを続け、苦読を積めば、次の輪廻では、良き境遇、善種に生まれ変わり、悪号を積めば苦しい境遇。 握手に生まれ変わる。また、神、天とは、仏教においては、天との生物であり、生命、宇宙の一種と位置づけられている。そのため神々は、人間からの信仰の対象ではあっても、厳密には、仏ではなく、仏だには及ばないありである。仏教はもともとは何かに対する信仰という形すら、ない宗教であった。時代が下るにつれて快素である仏だ。 また、経典に登場する諸仏や菩薩に対する信仰を帯びるようになるが、根本的には信仰対象に対する絶対服従を求める態度は持たない。仏教における信仰は消へと表現され、多宗教の信仰とは意義が異なっており、例えば修行者が守るべき戒律を保つために神や、霊な存在との契約をするという考えも存在しない。ただしこれらの内容は、 民間信仰においては、様子が一変していることが多く、それが仏教を分かりづらくする原因の一つとなっている。仏教は、物事の成立には原因と結果があるという、因果論を基本的考え方に据えている。生命の行為、行動、体、言葉、心でなす三つの行為には、その結果である過法が生じるとする、合論があり、 過法の内容いかがにより人の行為を善行と悪行に分け、全員善か、悪因悪化、人々に悪行をなさずに善行を積むことを勧める。また、個々の生に対しては、業の積み重ねによる過法である次の生、すなわち輪廻転生を論じ、世間の生き方を脱して、涅槃を明かしさない、悟りを開かない限り、あらゆる生命は無限にこの輪廻を続けるという。輪廻 天章及び下脱の思想は、インド由来の宗教や哲学に普遍的に見られる。要素だが、輪廻や下脱を因果論に基づいて再編したことが、仏教の特徴である。人の世は苦しみに満ち溢れている。そして、あらゆる物事は原因と結果から基づいているので、人々の苦しみにも原因が存在する。したがって、苦しみの原因を取り除けば、人は、 苦しみから抜け出すことができる。これが仏教における下脱論である。また仏教においては輪廻の主体となる永遠不滅の魂、アートマンの存在は空の概念によって否定され、輪廻は生命の生存中にも起こるプロセスであると説明されることがある点でも仏教以前の思想、哲学における輪廻概念とは大きく異なっている。 輪廻の主体を立てず、心を構成する認識機能が生前と別の場所に発生し、物理的距離に関係なく、この生前と転生後の意識が因果関係を保ち、連続しているとし、この心の連続体によって断滅でもなく、常住でもない中道の輪廻転生を説く。以下因果に基づき区のメカニズムを整理された十二、支援儀を示す。 これはなぜ、生老病死という苦のもとで生きているのかの由来を示すと同時に、無明という条件を破壊することにより、生老病死がなくなるという涅槃に至る因果を示している。あらゆるものは、それ自体として実体を持っているわけではないという考え。仏教では、生きることの苦から脱するには、真理の正しい理解や洞察が必要であり、そのことによって苦から脱する。 イコール悟りを開くことが可能である、四体とする。そして、それを目的とした出家と修行、また出家はできなくとも、善行の実践を奨励する、八聖堂。このように仏教では、救いは、超越的存在、例えば神の力によるものではなく、個々人の実践によるものと説く。すなわち、釈迦の実体験を、最大の根拠に、現実世界で達成。 確認できる形で教えが示され、それを実践することを進める。なお、釈迦は現代の宗教が説くような私を信じなければ不幸になる。地獄に落ちるという類の言説は一切しておらず、死後の世界よりも今現在の人生問題の実務的解決を重視していた。すなわち、苦悩は執着によって起きるということを解明し、 それらは、八聖道を実践することによって、解決に至るという、極めて実践的な教えを提示することだった。釈迦が悟りに至る道筋を説明するために、現実の様相とそれを解決する、方法論をまとめた、苦衆滅道の四つ。二つのものの対立を離れていること。断、常の二見、あるいは言う、なしの二辺を離れた不変にして中性なる道のこと。 仏教の各宗はその教理の革新を中道の語で表しているとされる。仏教における三つの根本思想。三法院の思想は、古僧仏典の北区行ですでに現れ、諸行無常、諸法務が一切行区が原型と考えられる。大乗では一切行区の代わりに、ネ槃ァンをこれに数えることが一般的である。これに再度、 一切行句を加えることによって四法印とする場合もある。仏教そのものが存在を説明するものとなっている。変化しない実態を一切認めないとされる。また仏教は無我論及び無常論であるとする人もおり、そういう人は仏教はすべての生命について魂や神といった本体を認めないとする。そうではなくて、釈迦が説いたのは無我ではなくて、 非我である、真実の我ではない、と解いたのだとする人もいる。主情、生命、生きとし生けるものと生命でない物質との境は、ある存在が、識、認識する働きを持つか否かで区別される。また物質にも、普遍の実態を認めず、物理現象も無常、すなわち変化の連続であるとの認識に立つ。物質にも精神にも、普遍の実態及び本体がないことについて、 行為はあるが、行為者はいないなどと説明されている。人間存在の構成要素を幸運、色、樹、層、行、式に分ける。これは、体と四種類の心理機能のことで、精神と物質の二つで名色とも言う。なお、日本の仏教各宗派には、魂の存在を肯定する宗派もあれば、肯定も否定もしない宗派もあれば、否定的な宗派もあるが、本来、 釈迦は我、アートマンを説くことはせず、逆に、諸法無が、すべての物事は我ならざる者、であるとして、いかなる場合にも、がすなわち、霊魂を認めることはなかった。仏教では、根本教義において一切魂について解かず、霊魂が存在するか、という質問については、一切答えず、直接的に、霊魂は存在しないと述べず、 自が、我ならざる者について解くことによって、間接的に我の不在を説くだけだった。やがて広大になると、いつの間にか、我ならざる者でもなく、霊魂は存在しないと、積極的に主張する学派も出てきた。解場へとは、解律によって心を惑わす、悪行為から離れ、禅情により心をコントロールし沈め、知恵を定めることこの世の真理を見極めることで、 心に平穏をもたらすこと、涅槃を目指す。三つ合わせて三学という。釈迦の説いた悟りに至るために実践手段。証見、生死、正語、正業、正命、正精進、少年及び生定からなる。釈迦、ゴータマシッタールダは、この瞑想によって悟りを開いたと言われている。近年は、異論もあるが、仏教の歴史の時代区分は、 原始仏教、部派仏教、大乗仏教に三区分するのが大方の意見である。仏教は約2500年前、紀元前後世紀にインド北部ガンジス川中流域で釈迦が提唱し発生した初期仏教。他の世界宗教とは異なり、自然崇拝や民族宗教などの原始宗教をルーツに持たな。当時のインドでは祭事を司る。 支配階級バラモンとは別に、サマナシな、社門と言われる出身、出自を問わない、自由な立場の思想家、宗教家、修行者らがおり、仏教はこの文化を出発点としている。発生当初の仏教の性格は、同時代の孔子などの諸子百科、ソクラテスなどのギリシャ哲学者らが示すのと同じく、従来の盲信的な原始的宗教から脱しようとしたものと見られ、 特に初期経典からそのような方向性を読み取れる。当時の世界的な時代背景は都市国家がある程度の成熟を見て社会不安が増大し、従来のアニミズム的、または民族的な伝統宗教では解決できない問題が多くなった時期であろうと考えられており、医学、農業、経済などが急速に合理的な方向へと発達し始めた時期とも一致している。 釈迦が死亡、仏滅して後、すぐに出家者集団、僧が、三迦は、個人個人が聞いた、釈迦の言葉、仏典を集める作業、結集を行った。これは、三蔵の結集、三蔵の結集と呼ばれ、マファーカスサパー、マカカショウ尊者が中心になって開かれた。仏典はこの時には、交渉によって伝承され、後に文字化される。釈迦のといった法はおへ、律。 論と三つに大きく分類し、それぞれ心に記しているものを持ち寄り、仏教聖典の編纂会議を行った。これが第一回の三蔵結集である。仏滅後百年頃、だんだんと釈迦の説いた教えの解釈に、いろいろの意見が生じて、分かれるようになってきた。そのために、釈迦の説法の地であるバイシャリーで、第二回の三蔵の結集を行い、 釈迦の教えを再検討する作業に入った。この時、僧賀は、教義の解釈によって、神座部と大衆部の二つに大きく分裂する、根本分裂。時代とともに、この二排はさらに多くの部派に分裂する、枝松分裂、始末分裂。この時代の仏教を部派仏教と呼ぶ。部派仏教の上座部の一部は、スリランカに伝わり、さらに、大など、 東南アジアに伝わり、現在も広く残っている南伝仏教。それから、またしばらくして、紀元前約3世紀の半ば頃に、アショウカ王は、法、ダルマに基づく統治を施行し、帝国各地に法内館を置き、西方のエジプトやギリシア、南方のスリランカにも法の施設を使わした。アショウカ王は仏教に帰していたため、その法とは、 仏法から出たものだっただろうと推測される。南方仏教の伝承によると、その地政下では、アショカ王の仏教の師とされるモッガリプッタティッサが中心となって、第三回の結集がパータリプトラ、歌詞場で行われた。また、モッガリプッタティッサが温度を取って、仏教教団から九つの地方に伝道師が派遣されたという。この頃に文字が使われだし、 それまでの句伝を元にできたのが文字で書かれた、経典、転籍ある。文字としては主にブラフミー文字から派生した、様々ないわゆるインド系文字で表記された。言語としては、大乗経典においては、仏教根校本語、と呼ばれる言語やサンスクリット語が主に南方に伝わった、神座部経典においては、パーリ語が用いられた。パーリ語は、正論を中心としている。 そこで仏典がサンスクリットやそれに近い言語で書かれたものとパーリ語で書かれたもとが出てきた。このサンスクリットの頃の仏典の日本語訳は南条文雄、中村元をはじめ多くの人々によって取り組まれてきている。紀元前3世紀、インド発の統一国家となったマウリア朝の最盛期を築いたアショーカ王の時代、その保護のもとで インド全域に広がった仏教は、やがて西北インドから中央アジアを経由して、紀元一世域には、中国の中原地方まで伝播した。そして、こうした流れの中、紀元前後に、単に聖死を脱した荒間ではなく、一切、サトシサトシを備えた仏津となって、積極的に一切の主張を再度する、教え、大乗仏教が起こり、急速に広まっていった。中央アジアを経て、中国、 さらに、朝鮮、日本、ベトナムへと伝わった仏教は、北伝仏教と呼ばれるが、大乗仏教と同義ではなく、西北インドや西域諸国では、部派仏教も盛んで、中国にもその経典が伝えられた。ただし、その需要は限定的だったという。7世紀頃、ベンガル地方で、ヒンドゥー教の神秘主義の一潮流であるタントラ教と深い関係を持った密教が、 盛んになった。この密教は様々な土地の習俗や宗教を包含しながら、それらを仏を中心とした世界観の中に統一し、すべてを高度に象徴化して独自の修行体系を完成し、秘密の儀式によって究極の境地に達することができ仏となること、促進成仏ができるとする。密教はインドからチベットブータンへ、さらに中国、韓国、 日本にも伝わって土地の収束を包含しながらそれぞれの変容を繰り返している。8世紀よりチベットは僧伽の設立や仏典の翻訳を国家事業として大々的に推進、同時期にインドに存在していた仏教の諸長流を数十年の短期間で一挙に導入したチベット仏教。その後チベット人僧侶の不教によってチベット仏教はモンゴルや 南シベリアにまで拡大していった。仏教の教えは、インドにおいては、上記のごとく段階を踏んで発展したが、近隣諸国においては、それらの全体をまとめて、仏説として受け取ることとなった。中国及び中国経由で仏教を導入した諸国においては、競争晩酌により、二つの極意の所在を特定の経典に求めて、ところ意としたり、特定の行、禅、 密教などのみを実践するという方向が施行されたの。対し、チベット仏教では、初期仏教から密教に至る様々な教えを一つの体系のもとに統合するという方向が施行された。現在の仏教は、かつて多くの仏教国が栄えた、シルクロードが単なる遺跡を残すのみとなったことに、象徴されるように、大部分の仏教国は滅亡し、世界三大宗教の一つでありながら、 仏教を主要な宗教をしている国は少ない。7世紀に、唐の議場が訪れた時点で、すでに発祥国のインドでは、仏教が廃れており、東南アジアの大部分は、ヒンドゥー教、ついでイスラム教へと移行し、東アジアでは、中国、北朝鮮、モンゴルでは共産化によって宗教が弾圧されて、衰退している。ただし、モンゴルでは民主化により、チベット仏教が復権しているほか、 中国では、宴会部を中心に、復興の動きも見られる。韓国は儒教を尊重したり市朝鮮による、激しい弾圧により、寺院は山間部に残るのみとなった。大韓民国成立後は、キリスト教の勢力拡大が著しく、キリスト教徒による廃物運動が社会問題になっている。ベトナムでは、共産党政権により、宗教の礼遇はされたものの、仏教が、 ベトナム戦争勝利に大きな役割を果たしたこともあって組織的な弾圧を受けることなく一定の地位を保っている。21世紀において仏教が社会において主要な位置を保っているのは仏教を国教、または国教に準じた地位としているタイスリランカカンボジアラオスブータン土着の信仰との混在集合が顕著である日本、台湾、ベトナムなどである しかし他の国では近年でもアフガニスタンでタリバーンによる石窟爆破などがあり中国特にチベット自治区ミャンマー北朝鮮では政権によって韓国ではキリスト教徒によって仏教に対する圧迫が続いているしかし発祥国のインドにおいてはアンベードガルにより1927年から1934年にかけて 仏教復興及び反カースト制度運動が起こり、20万、あるいは50万人の民衆が仏教徒へと改修した。また近年においても、アンベイドカルの意志を継ぐ、日本人僧、支え修霊により運動が続けられており、毎年10月には大改修式を行っているほか、ブッダガヤの大菩提寺の奪還運動や、世界遺産への六、仏教遺跡の発掘なども行われるなど、 本格的な仏教復興の機運を見せている。各地域の仏教については以下を参照。資料や統計により数値は異なるものの、2010年代において、世界の仏教徒の総数は4.88億から4.95億、または5.35億人に上り、世界の総人口の7%から8%が、信仰していると推定されている。最も仏教徒の人口が多い国は、 中国であり、総人口の 18%2.44 億人が信仰していると推定されている。彼らは主に中国の仏教諸派を信仰しており、中国仏教の属する大乗仏教の最大の信徒集団とっている。この他に日本や台湾などを含めた東アジア全体での仏教信者は世界の仏教との半数以上を占めている。 ピーター・ハーベイが2013年に報告した人工統計学の分析によると世界の仏教のうちで大乗仏教は3.6億人、神座部仏教は1.5億人の信者を持ち、密教系は1800万人の信者を持っている。また仏教徒のほとんどはアジアに居住しているが、アジア以外の仏教信者も700万人ほど存在する。 ジョンソンとグリムの2013年の研究によると、1910年には仏教徒の人口は1億3800万人であり、そのうち1億3700万人はアジアに居住していたが、2010年には仏教徒の人口は4億9500万人に乗り、そのうちアジアの仏教徒は4億8700万人だった。この間、パキスタン、サウジアラビア、レバノン、 いくつかの西ヨーロッパ諸国においては、仏教徒の数が高い増加率を示した。2000年から2010年にかけては、カタール、アラブ首長国連邦、イラン、いくつかのアフリカの国々で仏教徒数が高い成長率を示している。世界で最も仏教徒率の高い10カ国は、上手の通りである。カンボジアやタイでは、仏教徒は人口の90%以上を占め、その他に、 ミャンマーやラオスでも仏教とは高い比率を示しており、東南アジア大陸部においては仏教が最も重要な宗教となっていると言える。これらの国では上座部仏教が主に信仰されている。また、発祥の地である南アジアにおいては、インドでは仏教は衰退したものの、ブータンやスリランカなどでは仏教とは高い比率を示している。スリランカでは 仏教は主に南部に居住し人口の3分の2を占める新原人によって信仰されてり、北部に居住しヒンドゥー教を信仰するタミル人との間には宗教的な対立が存在する。大乗仏教は東アジアで広く信仰され、信徒数は神座部仏教よりもはるかに多いものの国家における人口比ではそれほど高くはない国がほとんどである。 大乗仏教国で最も信徒比率が高い国はブータンでありチベット仏教の一派であるカギュ派が国境の地位にあり広く信仰される。チベット仏教はモンゴルにおいても広く信仰されている。東アジアにおいて最も信徒比率が高い国はモンゴル及び日本であるが日本においては国民の独特な宗教観のため統計によって信徒数が非常に大きく異なる。 伝統的に仏教を信仰してきた諸国、諸民族は、経典の使用言語によって、サンスクリット語圏、パーリ語圏、関約圏、チベット語圏の4つに大別される。パーリ語圏の実がジョーザブ仏教で、残る各地域は大乗仏教である。社会語、インド本国では大別して、部派仏教、大乗仏教、密教が時代の変遷と共に起こった。 アビダルマ仏教とも呼ばれる。釈迦や自家弟子の伝統的な教義を守る保守派仏教。仏滅後百年頃に戒律の解釈などから上座部と大衆部に分裂、根本分裂、さらにインド各地域に分散していた出家修行者の集団らは、それぞれに釈迦の教えの内容を整理、解析するようになる。そこでまとめられたものを論造、アビダルマと言い,い、 それぞれの論造を持つ学派が最終的におおよそ二0になったとされ、これらを総称して部派仏教という。このうち現在まで存続するのは神座部、分別説部、保守派、長老派のみである。古くはヒンドゥー教や大乗仏教を信奉してきた東南アジアの王朝では次第にスリランカを起点とした神座部仏教がその地位にとって変わるようになり、現在まで 広く根付いている南伝仏教。部派仏教は、かつて信仰勢力であった大乗仏教からは、自分だけの救いを求めているとみなされ、少乗仏教、小さい乗り物の仏教と別称されていた。神座部仏教では、人は自らに頼り、自ら修行をして、真理、法に目覚め、悟りを得る。最終的には、あらゆる物事は、我、アートマンではない。 無が、我、アートマンを見つけすことはできないと悟り、すべての欲や執着を捨てることによって、苦の束縛から解放されること、イコール下脱を求めることである。一般にこの境地を涅槃と呼ぶ。神部仏教では、釈迦を仏だと尊崇し、その教え、法を理解し、自分自身が4年中、士官などの実践修行によって悟り終え、煩悩を除き、 輪廻の区から下脱して、涅槃の境地に入ることを目標とする。神座部仏教では、自ら修行する出家者しか救済を得ることができない。大乗仏教とは、人は他者により再度されることが可能で、一般民衆など、非出家者をも救済する教義である。インド北部において、神座部派仏教から派生したと考えられ、ヒマラヤを越えて、中央アジア、中国へ伝わったことから、 北伝仏教とも言う、おおよそ初期、中期、後期に大別され、中間派、有識派、浄土教、禅宗、天台宗などとそれぞれに派生して、教えを変遷させていった。大乗仏教では、一般に、数々の輪廻の中で、徳、原蜜を積み、荒漢ではなく、仏だとなることが、究極的な目標とされるが、自身の涅槃を追求するにとどまらず、 区の中にあるすべての生き物たち、一切史上への救済に対する誓いを立てること、イコール誓願を目的とする立場もあり、その目的は、ある特定のものにまとめることはできない。さらに、道元の言う、地味徳土千土田、消防現像など、自身はすでに涅槃の境地へ入る段階に達していがら、不つにならず、区の中にあるすべての生き物たち、 一切首相への時期から輪への中に泊まり、首相への救済に取り組む面も強調、奨励される。後期大乗仏教とも、インド本国では4世紀より国境として定められたヒンドゥー教が徐々に勢力を拡張していく。その中で、部派仏教は6世紀頃にインドからは消滅し、7世紀に入って大乗仏教も徐々にヒンドゥー教に吸収されてゆき、 ヒンドゥー教の一派であるタントラ教の教義を取り入れて密教となった。すなわち密教とは仏教のヒンドゥー家である。中期密教期に至り、密教の修行は、口に呪文、真言、マントラを唱え、手に印、経、因縁を結び、心に大日如来を思う三密という独特のスタイルを取った。マンダラはその世界観を表したものである。教義。 儀礼は秘密で門外観には伝えない特徴を持つ。秘密の教えであるので、密教と呼ばれた。秘密の教えという意味の表現が用いられる。理由としては、謙虚が全ての信者に開かれているのに対して、感情の儀式を受けた者以外には示してはならないとされた点で、秘密の教えだともさ、また、言語では、表現できない不知の悟り、それ、事態を伝えるもので、 本府の理解を超えているという点で、秘密の教えだからだとも言う。初期仏教では、具体的に礼拝する対象は、シンボル、ボダイジ樹や仏足石、金剛座で、間接的に表現していたが、ギリシャ・ローマの彫刻の文明の影響もあり、紀元一世紀頃に、ガンダーラ、現在のパキスタン北部で、直接的に人間の形の仏像が制作されるようになり、前後して、 マトゥラー、インドでも仏像増流が開始された。仏像増流開始の契機については諸説あるが、一般的には釈迦なき後の追慕の念から信仰のよりどころとして発達したと考えられている。仏像の本義は仏だ。すなわち釈迦の像であるが、現在は、如来、菩薩、冥王、天武など様々な礼拝対象がある。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。